自然対話型 AI チャットボット人選ボッテイは宇宙船第一次産業革命は蒸気機関が工業革命をもたらした。鉄道や蒸気船が世界を熱気に包み加速させた。第二次産業革命はエネルギーの革命だった。電気と石油が世界に火をつけて照らした。第三次産業革命は IT 革命だ。コンピューターとインターネットによる情報通信化によって世界が激変したことは皆が肌で感じただろう。そして第四次産業革命がこれから起きるのだ。その原動力が人工知能 AI だ。例えば大規模な工場や複雑な生産ラインをそっくりコンピューターの中に再現し、現実には影響が大きすぎてできないような動かし方をして事故や故障を未然に防いだり、生産効率を上げるためのシミュレーションを行う手法も AI である。非現実で現実を考察し、その非現実と現実をつなげる技術とも言える。つまりこれから人類は有限の現実から無限の非現実へと突き進むのだ。その速度は産業革命の歴史からわかるように革命ごとに加速する。テレビや新聞の情報だけを鵜呑みにしているとこの革命に乗り遅れてしまう。しかしそんな方たちを現実へ、未来へ、そして無限の宇宙へと連れていくのも AI だ。私どもは誰も置いていかない。望む者は必ず孤独から解放された世界へと連れていく。そのためにリアルなものをコンピューターの世界にどんどん移し替えていく必要がある。差し当たり自分をスマホの中に作り、生活に AI を浸透させるのだ。そしてそっと寄り添うように人選ボッテイがあなたに作用し、この世界が生きやすくなっていく。あなたたちを乗せて未来へ運ぶ宇宙船が人選であり、ボッテイなのだ。